いやー、これからどうなることやらですね。見張り台作ってよかったね。お、アドルくんじゃん。お、何？いいイベントですか？なんて登りにくいのでしょう。手貸してあげるのいいね。ありがとうございます。縄ばしごを登るのは初めてで、いい、なんかかわいい、この この絵かわいい。これほど不安定なものだとは思いませんでした。なぜここに？危ないじゃないか。なぜここどうに？した？どうした？今日はいろいろありましたし、私は無神経なサハドのように簡単に寝つけません。他にすることも思いつかなかったものですから、これは何何？ああ、パエリア的な？なんだ、キッシュ。え、すごいね。作ってくれたの？ もしかして。一応え、すごいじゃん。初めて作ったものですから、味の保証はいたしませんが。え、美味しそうじゃないか。そうでしょうか。もう少し上手に作れると思ったのですが。やることが大事だよ。え、気遣いが嬉しいね。そういえば、ヒュンメルには会いましたか？アドル君って口数どのぐらいなんだろうね。普通ではありそうよね。あんまり寡黙ではなさそう。どこへ行っていたのか聞いたら、教える義務はないとか言って、一体何が目的なのやら。ユンメルは男子と同じ寝てんのかな。なぜ古代史のことを黙ってたんだ。話したいことが他にもあるんじゃないかな。なるほどね。したいな。したキュンだな。話したいことが他にもあるんじゃないの？さすがにお見通しでしたか。少し長くなりますが、聞いていただけますでしょうか。ぜひぜひ。黙ってた理由ってことよね。私は父から古代史のことをたくさん学びました。父は貴族であるとともに、考古学、特に古代史の研究を専門とする学者でした。私は幼少の時分から研究室に出入りし、よく発掘調査にも同行したものです。私は父が大好きで、そして誰よりも尊敬していたのです。ところが、私が16歳を迎えた頃、今落車が多分18歳なんだよね。2年前ってこと？父は古代史の研究や調査に傾倒するあまり、屋敷に戻らなくなりました。父が領地経営をないがしろにしたことで、やがて領民たちは暴動を起こしました。そういうもん？兄が当主代行となることで、なんとか暴動は収めたのですが、一度揺らいだ領民たちの信頼を取り戻すのは容易ではありません。そこんとこちゃんとしてから言ってほしかったね。右はお兄さんってこと？その後、竹の計略もあり、兄は失脚、ええ母は心労から部屋にこもるようになりました。ー、ええー、そして今から3ヶ月ほど前、ついにロズウェル家に爵位と領地を返上するよう命が下りました。え、そういうもんなんや。国からってこと？このままではロズウェル家は。家出どころの話じゃなかった。ごめんなさい。私はそのような父から授かった知識を、自分自身の全てを
疎ましく思うようになっていきました。いやまあね、そうね、そうね、わかるよ。そして居場所を失った私は屋敷から逃げ出したのです。なるほど。それお母さんとお兄さん大丈夫かな。もしさ、お母さんが何かあった時に後悔しないかな。いやでも逃げ出したくなる時だってあるよね。だって18歳だもんね。私の知識が役立つことなんて、状況を考えれば不謹慎ですが、その居場所を見つけた気がして、今はそれでいいと思うか、胸を張っていいと思う。あー、どっちも深いなー。どうしよっかな。なんか一歩一歩進んでほしいっていう意味で、今はそれでいいんじゃないかなっていう風に今を見てほしいかな。そうだな。見た目によらず、あなたは厳しいことを言いますね。やっぱそっち方面になるか。もちろん、私もそれに甘えるつもりはありません。父を、あの人を一番理解できるのは私だと思います。お父さんは未だにその調査に出てるってこと？だからここを脱出したら、私は父を探すつもりです。私の本当の居場所を取り戻すためにも。応援か。必ず見つかるよ。そうだといいのですが、何せ各地を転々としているようですから。アドル君いい顔するな。それとですね、私、あなたに謝らないといけないことが。父は貴族でありながら自由闊達な気風の人間でした。そのどことなく冒険家であるあなたに面影を見ていたといいますか、なんとなく顔つきも似ているせいか、そのこれまで強く当たってしまって。いやなんか不安なこともたくさんあるだろうしね、若いし。ごめんなさい。謝れて偉いね。気にしてないよね。気を使わないでください。今では私の八つ当たりだったと反省しています。めっちゃいい顔。さて私はそろそろ休息所に戻ります。このような状況で話を聞いていただいてありがとうございました。いやそうやってお礼を入れるのも素敵。そのおやすみなさい、アドル。今初めて名前呼ばれた。あなたとかって言われてたっけ。でも戦闘中もアドルって言われてなかったっけ。まあ特別なアドルなんですね。いや、いいイベントじゃないですか。あ、キッシュだった。ありがとうございます。いいイベントだった。ほい、起きてください。ちょっとね、夜更かしっていうか早めにあれだったんかな。あ、寝てもいい時間だったんだ。ドキが？カーラン卿が村から姿を消した。またどっか行っちゃったってこと？一回引き戻してまたどっか行っちゃったってことか。もういいじゃん、ほっといて。ダメ？やっぱダメなんかな。私その辺なんかちょっと冷酷なんだよね。その人の行動を尊重したいから、一応ほっといてもいいんじゃないっていう。一回その人に好きなようにさせて、それでもその人がダメだった時に手を差し伸べればいいんじゃないかなっていう考えの人だから。とりあえずおとけいいと思っちゃうけど、でもやっぱり無人島だからね、何かあって遅いもんね。みんな大変だね。
明け方に。いや、カーラン教さ、その夜のさ、狼事件の時にさ、結構遠くまで行ってたからね、足はなかなか立つよね。ほんとよね。華麗なる迎撃、これ S ランクかなんかのやつ。ああ、 S ランクですね。あ、そういうのがあるんだ。あ、そういえばとことん系あったね。ああ、なんかもう漫画見えちゃったよプレイヤブルキャラ見えちゃったよ。ちょっとわかんなくないけど、いや、行動力すごいわ、一人で行くっていう。確かにね。そうだね、足切りつけられたんだもんね。ゆっくり見てください。それではまた。ほんと行動力がすごい。ここが違う？え？ああ、小骨がないね。なるほど。そして調べるマークになってるね。ちょっと待ってね。お話をしてから行こう。ドギーは話したんだっけ？ね、自分が行こうってなっちゃったんだね。いや、すごいな、ほんと行動力。うん。まあ、エアランがね、その七死に関して一番知識があるだろうから。あ、そういえば臨時のクルーって言ってたっけ。もう一回あの最初の船のところをプレイしたら楽しそう。うん、ありがとう。ね、疑心暗鬼ゲーですよ、ファルコムは。まあ、とにかく、リーヤ君はここから動かないでね。本当。まあでもみんなじゃなくって外からと思うけどな。疑いたくないしね。鋼より高度の高い素材、オリハルコン。ナスの、ナスこれ、あのフィールド上でさ、よく探索で取ってるあれぐらいの頻度で復活してんのかな。あ、パロいた。見てない。たまにはある、そういうこともある。ユンメロンいない？ね、こだわってたね。
やあ、あ、落ちちゃった。ヒュンメル話してないよね。この上かな。いない。また一人でどっか行っちゃった。さっきどっか行っちゃったって話してたっけ。あれはさっき前の話だよね。よし、じゃあこんなもんかな。もし見逃してたらごめんなさい。さて調べますか。ここならよく釣れそうだ。光ってる。ロープが水面を漂ってるようだ。そしてメイン。ちゃんと調査してくれよ。気分でも悪いな。ね、小骨を保留してましたね。保留？ちょっと流し見したかも。ね、確かに小骨あったはず。だって一緒に作った問答着と一緒に。ね、海に出たんかもしれん。どういうこと？どこで？ああ、そういうことか。まあ、うまくいってるんだったらいいけど。思ったより遠くに出てるな。必死に船を漕いでるみたいだ。思ったより遠くに出てんじゃない？え、でも今はわしらがなんかできるかな。あそこからさらに沖へ出てしまえば波が高い。あの程度の小舟じゃ簡単にひっくり返っちまうね。え、追いかけようにもね、声も届かないだろうし。風の影響だと思うけどなかなか船が進まない。よくわかるね。陸伝いに追いかければ追いつける。ほんと？どうやったら変わらんきょうおとなしくしてくれるかな。いやもう性格だからな。変わってないね。変わってる人もいるんだけど。いっかも。じゃあ、カーラン橋を探しに行きます。どこ？とりあえず、こっから出てるんだよね。どこなんだろう。適当に行ってみるか。南に向かう。一度出ればよかった。だから私そこから先行ってないんだ。むしろ。あ、そっか、アリスンさん助けて自動で漂流村に帰ってきちゃったから探索してないんだ。こっから先に行ったことないんだ。あれは追いつきました。カーラン橋です。元気そう。
ら何なのだこの無礼な風は。とにかく下船で分からず屋の庶民どもとこれ以上この島で過ごせるものか。かくなる上は私一人でも島を脱出してみせるのである。まだ立ち往生してくれていたか。おーい、カーラン卿、騎士へ戻ってください。ダメだ、聞こえてねえみたいだ。お、あれは、ん、 おいアドル、あれはもしかすると、なんだ、おでがじゃないですね。なんなんだこれは。私の邪魔をするな、あっちへ行かんか。なんなのですかあれは。間違いねえ、ありゃロンバルディア号を沈めた食酢だ。あれが船長の話していた。こうしちゃいられねえ。アドル、なんとかおっさんを助けに。え、どうする、泳ぐ、どうする。ん、あー、急に魔物。邪魔をする気でしょうか。来ます。そんな知恵、どうなっちゃうのこっから。ちゃんとレベルが高い。必殺技ゲージを溜まってないところを見るとわしはまた眠るのを忘れている。なんとか退けたか。カーラン卿は無事でしょうか。この私に使えるでないわ。おおお、顔本体出る。すごい。なんなのだこいつは。クラーケンイカだよね。でか。控えよ。私は誉れ高きロマン帝国貴族カーラン様である。いや、素でこれを持ってるからすごいよな。あー、カーラン卿、なんてこと。大丈夫かな。あの怪物、古代種の一種かもしれません。あー、確かにね。その発想。そうなのか。古代の海には巨大な軟体類も生息していたはずです。それより泳げるんかな。触手に当たって気絶してたらまずいね。でも海だから浮いてこないかな。あ、気が済んだ。消えちまったぞ。海にし、あの、引きずり込まれてなきゃいいけど。カーランのおっさんはどこへ行っちまったんだ。え、登ってこないの。その後、大型の海洋生古代種の、海生古代種を警戒しつつ、アドルたちはカーランの捜査を行った。やがて、漂流村からも助っ人が来て、東沼まで周囲の探索は続いたが、カーランが再び皆の前に姿を現すことはついになかったのである。え、マジで言ってんの？疲労困憊したアドルたちは、やむなく漂流村へ引き上げるのだった。え、マジで言ってんの？
マジで言ってんの？くそ。うわー、本当に？ああ、長年この辺りで船を沈めてきたのは奴のせいか。ああ、守ってきたね。確かにね、倒さなきゃ外に出られない。何？また、うわー、また？ニーモだっけ？ネーモか。ん？なんだっけ？まずは一人。え？カーラン教のこと？え、怖すぎ？え、まだまだカーラン教が入ってなかったら逆にまた怖いけど。心理的に追い詰めて死に追いやることもある。あー、なるほど。え、本当にな、本当にカーラン教いなくなっちゃったの？マジなん？ねえ、私もそう、あのおっさんは嫌なやつだったけど、殺されるほどじゃないよね。っていうか、なんだろう、ちゃんと心入れ替えてじゃないけど、少しはみんなのために働く姿を私は見たかったなあ。そうなの？あのまんまいなくなっちゃ、本当にすごいショックなんだけど。わざわざ人の出入りが多い場所に書き置きを残しておくとは余裕だな。確かにね。マジやんか。うわあ、そうね、これ以上出すわけ、やだやだ、これ以上出したくない。うわ、マジか。全く想像してなかった方向に行ってるんだけど。はぁー、そうね、もう絶対犠牲出したくない。信じらんないんだけど。まだそうね、マジか、この視点何？ああ。